ゴスペルの前身にあたる黒人霊歌スピリチュアルっていうやつの代表はやっぱり有名なアメージンググレース、ジョン・ニュートンっていう人が歌詞をつけたんだけど、このジョン・ニュートンっていう人は奴隷貿易の乗組員になったわけ。ある時嵐に会ったんだけど、その時に一生懸命祈ったら荷物がその穴を塞いで助かったんだよね。奴隷貿易をやっていたことの後悔などの、そんな気持ちも込めてこの歌詞を書いたんだ。アメージング・グレース、なんて美しい響きなんだろう。神様はこんな私でさえ救ってくれる。そんな歌詞がついてます。この曲は歌詞的にも、お葬式にも結婚式にもよく使われます。